ハール・ハイン・リッヒ・グラウンは、ドイツ人作曲家、声楽家、ヨハン・アドルフ・ハッセと並んで、イタリア・オペラの卓越した作曲家として、同時代に知られていた。兄・ヨハン・ゴットリープ・グラウンも作曲家で、バイオリンのビルト・オーソとしても知られた。ブランデンブルク選定校寮のバーレンブルックに生まれる。1714年、兄のヨハン・ゴットリープに続いて、 ドレスデンの十字架協会が商談に加わる。そこに1721年まで在籍していたことが確認されている一方で、1718年からはライプツィヒ大学に学籍登録していたことがわかっている。この頃から本格的に歌唱と作曲の基礎教育を受けたものと思われ、1719年にはドレスデンでロッティのオペラ、 テオファーネの上演に合唱隊員として参加したほか、1723年には、後に、ベルリンの宮廷で同僚となるクバンツ、フランツ・ベンダラと共に、プラハで、フックスのオペラ、コンスタンツァとフォルテッツァの上演に参加したことが、分かっている。そのほか、アグリー・コラによって書かれたと考えられる、グラウンの生涯に関する報告によれば、この頃すでに、 ドレスデンの十字架協会合唱団のために、カンタータやモテットを作曲していたようであるが、これらに該当すると考えられる作品は今日、伝承されていない。また、同地の宮廷楽団で、学士長を務めていた、ヨハンゲオルク・ピゼンデルからも訓導を受けた。1725年、グラウンは、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・アウグスト・ビルヘルムの宮廷で、テナー歌手として、 職務を開始する。歌唱の他に作曲も職務として課され、1735年までに6つのオペラを作曲したほか、クリスマスオラトリオ、復活祭オラトリオ、2つの受難オラトリオ及び、小羊が行く、戸川を背負ってなど、宗教作品も含めて、精力的な作曲活動に取り組み、その作品は、八世の作品と並んで、良い趣味の音楽として、 ドイツで広く評価されるに至る。音楽家としての成功は、当時のプロイセン王大使、フリードリヒの耳にも届くところとなり、七百三十三年頃から、当時王大使の宮廷が置かれていたルピーンに、しばしば招待されることになった。フリードリヒはかねてより愛好していた音楽を楽しむ、ため、立太子後に、不王フリードリヒビルヘルム一世から宮廷を与えられて以後、 自らの宮廷楽団の創設に励んでおり、すでに兄のヨハン・ゴットリープが1732年にバイオリン奏者として採用されていたほか、1733年にはフランツ・ベンダも楽団に招聘されていた。1735年、グラウンはブランシュバイク宮廷での職を辞し、フリードリヒの宮廷にテナー歌手として採用された。1740年までの フリードリヒ宮廷における作曲活動や演奏活動の実態については不明な点が多い。J.A. ヒラーによれば、グラウンはこの時期に多くのイタリア語によるカンタータを作曲し、フリードリヒの宮廷で披露した。1740年にフリードリヒがフリードリヒ二世としてプロイセン王に即位すると、グラウンは宮廷学長の地位を与えられ、宮廷楽団の統率。 王立ベルリン歌劇場のためのオペラの作曲及び上演が2000ターラーの放球と引き換えに課された。本格的なオペラ上演のため、フリードリヒはグラウンに優れた歌手を連れてくることを目的にイタリア旅行を命じたが、これはあまり大きな成果を生まなかった。王立ベルリン歌劇場のコケラ落としは1742年、グラウンのオペラ、シーザーとクレオパトラによって行われた。 1759年に没するまでグラウンはその地位に泊まり、おおよそ1年に1作から2作のペースでオペラを作曲した。それら全てが古典古代の神話、歴史に題材を取った、いわゆるオペラセリアであり、イタリア語の台本を持つものであった。中でも、フリードリヒ2世が台本の一部を執筆し、クバンツなど他のベルリン宮廷の音楽家も作曲に関わったオペラ、 モンテズマは特に知られている。宗教作品としては、ジュナンオラトリオ、イエスの死、テ・デウムをベルリン時代に作曲したが、その数は多くはなく、オペラを除くと、その大部分が、イタリア語による、カンタータ、競争曲や、トリオ・ソナタ、演奏会用のフランス風序曲など、宮廷での演奏に供されるための機械作品であった。とりわけ、イエスの死は、 グラウンの死後も演奏され続けたばかりでなく、カトリックが支配的であった南ドイツ地域でも広く受容され、ヨハンセバスチャンバッハのマタイ受難曲が1829年にメンデルスゾーンらによって疎遠されるまで、ドイツ地域で受難説に演奏されるオラトリオとして定着していた。グラウン兄弟は後期バロック音楽から古典派音楽への過渡期に活躍した作曲家で、その作風は、 ギャラント様式による繊細な表現、ひたすらな旋律美の追求など、18世紀中頃のドイツにおける新しい音楽視聴を反映している。ありがとうございます。